皆さんこんにちは IO データ機の中橋と申します本日はお忙しい中 IO データ法人セミナーにご参加いただき誠にありがとうございますただいまよりセミナーテーマ、えー、晴れの卒業式入学式を保護者の PC やスマホに限定オンライン配信学校内の密を回避する手軽なライブ配信システムのご提案を始めさせていただきたいと思います 昨年のコロナ禍が始まって以来ですね、これまでリアルに行われてきたことがオンラインで行われることが非常に多くなってきています学校関係の方からは卒業式や入学式などを配信をして親御さんに見せたいんだけれどもまどういうふうにすればいいだろうかというようなご相談も最近よくいただいております本日はそのような場合に具体的にどのような方式方法がいいのか デモを交えてご紹介をさせていただきます本日は弊社販売促進課のドヒよりお送りいたしますでは土肥さんお願いいたしますはいよろしくお願いいたします皆様よろしくお願いします販売促進課の土肥と申します、えー、ではですね早速ですが、えー、始めていきたいと思います本日ご紹介する内容ですがはい メニューといたしましてはまず卒業式入学式に対して新型コロナこちらの対策をどういったものが考えられるかそちらの概略をご紹介させていただきましてライブ配信本日ご紹介させていただく内容ですがこちらのメリットとリスクを初めに押さえさせていただきたいと思います。そのの上でライブ配信の種類と特徴 その中でも動画音声それぞれに対してご紹介をさせていただきたいと思っております。で私からのご紹介の後ですね実機を使ったデモンストレーションもご覧いたけこうと考えておりますのでよろしくお願いいたします。はい、では早速中身に入っていきたいと思います。まずですね昨年3月から4月ゴールデンウィークまでですかね 学校ではですね突然発生した新型コロナウイルスということで、まあ、政府もかなりバタバタな状態で,です、ね、休校という形になりましたけども、まあ、小中高大学も含めてですねどこの学校もこのコロナの対策に追われたという状況でした。 小学校中学校高校に関しては、えーまあ、児童生徒のみで卒業式を行った入学式を行ったっていうような学校もあれば、えー、保護者の数を限定するということで東京都内ではもう保護者は参加できないっていうところも多かったと思いますが地方でもですね保護者、まあ、お父さんお母さんのみでやるとか1名だけしか参加できないとかっていう人数制限が行われたケースがございました。 大学に関しては半分以上が中止になったというような形でですね右側に大学のホームページから中止のご案内っていうようなものが続々とですねこういった形で出ておりました。 でえーまあ、昨年、そういう状況を経てですね、えーまあ、今年はなんとかあ、まあ、1年経ったのでというふうに思っておりましたがつい先日、また緊急事態宣言が首都圏で発出されまして、えーまあ、これもまた全国に拡大している傾向最近はちょっと落ち着いてきたというニュースもございますがまだこの先1ヶ月先どうなっているか分からないような状況です。 昨年と同様またはですねそれ以上の密の対策っていうものが必要な状況は変わりないという状況でして、えーまあ、今年の卒業式入学式も何らかの対策が必要と思われます。そこで、えー、私どもは、えー、ライブ配信をですね活用していただきまして、えーまあ、体育館卒業式会場の密対策をしていただけるんではないかというご提案を本日させていただきたいと思っております。 ではそのライブ配信なんですがこちらそのどういったメリットとまた逆にライブ配信することによるリスクも含めてちょっとご紹介させていただきたいと思います。体育館を使った卒業式入学式はですね、えー、まあビデオカメラを設置することでそこからそのカメラの映像で、えー、ライブ配信をすることができます。こ、まあ、これをライブ配信することで、えー メリットといたしましては体育館の入る保護者の数を減らすことで、まあ、密の対策を行えるという、まあ、これは根本的な対策ですね。ここれれによって保護者はです、ね、離れた場所ででその指揮を見ることができます去年急遽保護者が入れないというような対策を取られたような学校も保護者さんはですね自分の子どもの晴れの姿を見ることができないという状況でしたので。 せめて映像でですねスマートフォンパソコンタブレットこういったもので遠隔でご覧いただけるような環境をご提供することで保護者さんの子どもに対する春の姿を見るということが実現させてあげることができます。その代わりりですねやはりリスクもございまして インターネットを経由して配信することになりますので URL その視聴する URL さえ分かってしまえばですね保護者さんだけではなくて全世界どこからでも誰でも見ることができてしまいますので、まあ、生徒の顔や名前というのが見えてしまうリスクがございます。まあ、こののリスクがあっってででですすね学校教育委員会さんでははそういった映像の配信はダメですと こういうポリシーを持たれているところもあるんですが、えー、一概にですね、えー、これがリスクというふうに捉えてですね、できないっていうふうにするのはちょっと早いのじゃないかなというふうに思います。えー、映像配信もですね、いろいろな対策がございますので、えー、弊社で対策のご提案を含めてですね、いくつかの種類をご紹介させていただきたいと思います。はい。 配信の中でもですね今回ご紹介するのは映像と音声の両方をご紹介させていただくんですがまず映像配信の中では二つご紹介します一つは YouTube などの映像配信サービスを使った配信ですこれは一般的なものですけれども単にその YouTube を使った配信ですと YouTube のトップからですね誰でも見えてしまいますので誰でも見えないような 配信方法をご紹介させていただきます。次に校内 LAN を使った校内配信という映像配信もご紹介させていただきます。で、映像はどうしても顔であるとか大会の会場内が見えてしまうということもございますので、せめてその音声だけでっていうところでですね、音声配信というものもご紹介させていただきます。 はい、下にですねその3つまとめさせていただきました、えー、校内の配信校外の配信これはその校内の中で完結させるのかインターネットを使って外にも出してですね外からも見えるようにするのかっていうような違いですね、えー、1つ目の YouTube を使った配信に関しては、まあ、校内外両方でこの映像を見ることができます ただし先ほど言いまましたようにですすねプライバシーリスクがあある程度あります、まあえっと、限定配信という方法を使,い使うことでですねこの配信の URL を知ってる方じゃないとその映像を見ることができないというような設定ができますので誰でも見れるという形ではないんですがただその URL が、まあ、外に漏れてしまうと見ることができてしまいます。 次に校内配信に関しましては、えー、プライバシーリスクに関しては外から当然入ってくることができ、見ることはできないので、リスクとしてはなしというふうに書かせていただいています。ただ校内に保護者さんを入れることができないという状況であればですね、外から見ることができないので、こちらを配信するメリットがなくなってしまいます。 最後にに音声配信でですすね。ね。こちらに関しましまては、番とほぼ同じなんです、ね、インターネットを使って限定の URL を保護者さんにご案内して聞いていただくという形になりますが仮に URL がです、ね、保護者さんから他に漏れてしまったとしてもです、ね、音声のみになりますのでプライバシーリスクとしてはさほど高くないかなというような配信方法になります。 はいえー、本日ご紹介するこの3つですけどもでは順番にですね、えー、詳しくご紹介させていただきたいと思います。まずは映像配信からですね一番の YouTube を使った配信になります、えー、映像配信ではですね弊社では2つ2種類の商品がございまして GVLS ボックスという商品と GVLS ミキ、er、サースラッシュアイという商品になります。 こちらの画面ではですねどういう配信画面で配信できるかっていうような配信イメージを表示させていただいておりますまず GV l s ボックスは画面が実は一つの画面の中に4つ入っております大きい画面と右側に3つの画面が縦に並んでいるような 画面ですねこういう4画面をですね4つの入力のカメラの映像もしくは HDMI の入力をですすね4画面として配信することができますこれはあくまで一例ですので4分割して全部同じサイズで4分割するような表示であるとか1画面だけの表示っていうことももちろん配信は可能です。 ただあらかじめですねこの分割方法っていうのは弊社でで登録した分割方法でのみ表示が可能になりますそれに対して GVLS ミキ、er、サースラッシュイに関しましてはこちらにありますように iPad を使ってですね配信するような商品になってます。こちらの商品は下の画面のようにですね 入力されてるカメラの映像に対して下にテロップを出したり右側にテロップを出したりいろんなそのテロップを駆使してですねまるで番組のように映像を配信することが可能になります、はい、ではですねもう少し詳しくそれぞれについてご紹介させていただきます、はい、ではまず初めにあった GVLSBOX ですこちらの商品は4つの 入力を切り替え表示することが可能で、さらに校内配信にも対応した商品になっております。下のイメージ図をご覧ください。下ではですね、ビデオカメラが3台、パソコンが1台、合計4つの入力を GVLs ボックスに入力しております。入力とおりましても HDMI ケーブルで接続するだけです。 カメラ 1, 2, それぞれ HDMI ケーブルを LSBOX に接続パソコンノートパソコンと LSBOX を HDMI ケーブルで接続というような簡単接続で4つの入力をいろいろな方法でいろいろな画面で配信することができます。LS g i ブ l s b o x から右側の方画面の右側の方ですねインターネットを経由して YouTube の中で映像を配信する。 もしくは下の方ですね校内欄に LAN 接続して各教室で映像を表示するというような表示方法がございます。またこれはですね2種類インターネットを経由して YouTube で表示するのも校内経由して校内だけで表示するのも同時にこの2つを配信することも可能です。つまりその校内は校内内はで表示して、外にも、 同時に表示するというようなことも可能になっております、はい、この g v l s ボックスはやはりその4つの入力ができるというのが大きな特徴になっております次に GVLS ミキ、er、サースラッシュアイです iPad を使って編集できるというような商品なんですがテロップを自在に表示できて iPad で操作するというふうに書かせていただいております こちらはですね、先ほど GV LS ボックスが4つの入力に対応してたものに比べて、3つまでの入力に対応しております。ただしですね、入力が3つでも外に出せる映像の出力は2つまでになります。例えばカメラを2つ HDMI で接続しまして、スライド用の PC を1台接続すると。 PC のパワーポイントなどのスライドと実際の映像と切り替えながらテロップを駆使して番組作り映像作りり映像がでできるわけですこちらの GVLS ミキ、er、サースラッシュ i はインターネットを経由した YouTube 配信、まあ、YouTube だけではなくて映像配信サービスですねこういったものに対応しておりますが先ほどの GVLS ボックスで対応しておりました構内配信には対応しておりません。 はい弊社ではですね GVLS ボックス GVLS ミキ、er、サーこの2つの商品をラインナップとして持っておりますので配信商品としましてはいろいろな方法で配信することができるアイテムとして2つご用意しておりますこちらは後ほど実機でですねより詳しくご紹介させていただきたいと思います。 ではもう一つます、えー、まずですね、えー、映像商品の1つ目の運用例としましては冒頭に言いましたような YouTube の限定視聴ですね、えー、限定配信っていう形で URL を知ってる人のみ見ることができる配信の方法です、えー、こちらの下の図のようにですね、えー YouTube の配信画面上でですね限定公開に設定することができるまあ今赤丸がついている部分ですね限定公開というふうに書かれてますが限定公開設定をすることで視聴する URL を知っている人のみが見れるというような設定ができるわけです。 で同じように YouTube の配信設定画面の中で動画のリンクが表示されますのでこの URL を保護者さんにメールなどで案内することで限定の配信ができるというような仕組みになっております。 はい、まあ、こちらにもメリットリスク書かせていただいておりますけれども、保護者はどこでも卒業式を見ることができるというメリットに対しまして、えー、ま関係者から URL が漏れた場合、全世界の誰でも見ることができるというようなリスクもございます。はい、次に保護者を教室に入れて教室で視聴するというようなご提案です。まあ、これはあの校内配信というやつですね。各教室にある大型提示装置 を活用しまして、体育館の映像を教室に配信するような配信設定です。はい、えっと保護者をですね、体育館ではなくて卒業生例えば6年1組のお子さんの保護者さんですと、6年1組に入っていただいて、お子さんの教室でですね、体育館の様子を見るというようなご提案ですね。 GVLS ボックスを使えばこのように校内欄に接続するだけで各教室で校内欄に接続されているパソコンであれば GV-LSBOX の内容映像を見ることができますこちらのメリットは外部から見ることができないので外に漏れることがないということでリスクがないというメリットがございます。まあリスクとしましては保護者を校内に入れることになりますので。 まあ、生徒さんのに対してお父さんお母さんがいると基本的には生徒さんの倍の数の人間が教室に入ることになりますから、まあ、それだけで密になる可能性があるということで、まあ、6年生だけではなくて5年生6年生の教室を使って数の分散をするとか、まあ、そういった対策を取ることで密の回避っていうこともできるんではないかと思います。はい まあこういった動画配信のご提案が一つですねでそれとは別に冒頭でご紹介させていただきました音声の場合はですね弊社ではプラットキャストという音声配信サービスを持っておりましてこちらちょっといつもの IoData の商品とは違ってですね商品のハードウェアを販売するわけではなくてですね 配信サービス自体をレンタルでご提供するというようよななものになります使いたい時にですね一日単位でお申し込みいただけますので例えば卒業式当日1日間だけ音声配信サービスをお申し込みいただければあらかじめミキサーとか機材をですね学校の方にお送りして当日音声配信ができる設定をして音声配信していただくというような ものになります。基本的にはインターネットラジオのようなあ形のものでして、えー、音声をインターネットに送って、えー、聞く方はですね、そのインターネットにアクセスして音声を聞くというような仕組みです。こちらはあのアプリとかですね、特別何かをスマートフォンタブレットにインストールしなきゃいけないものではなくてですね。 ブラウザーで音声を聞くことができるのでどなたでも簡単にお聞きいただけるというのが特徴になっております実は2020年昨年のですね3月千葉の柏市石川県金沢市の小中学校でこのプラットキャストを使って卒業式の様子を配信していただくというような事例もございます実際にお使いいただいて保護者さんたちはまあ 聞くことができない見ることができないっていう状況の中で音声だけでもっていうことで喜んでいただいた実績もございますので、まあ、あの学校に保護者さんをどうしても入れることができないというような学校はですねこういう手段もあるということをぜひごあの知っていただければなというふうに思います。 はい、ではすいません。長々とですねスライドでご紹介させていただきましたが、実機を見ていただくとよりお分かりいただきたいといただけると思いますので、ここからはですね。実際にその映像商品、ジブ LS エスボックスと ls ミキサースラッシュアイこちらの実機を使ったデモンストレーションをご覧いただきたいと思います弊社テクニカルプロモーション課の斉藤よりご紹介させていただきます。斉藤さんよろしくお願いします。 それではですね映像の2製品につきまして私よりご案内させていただきます今皆様にご覧いただいております製品はですねまず1個目の GVLSBOX でございますこちらがですね4系統の入力に対応していて校内配信もしくは YouTube などの郊外の配信いずれにも対応できているという製品でございます今現在ですねこちらが製品本体でして でここにですね製品の画像が今出ています。これコントロールの画面です。でここに出ている中央の大きい画面が配信が実際にされている画面。そして、ここの下に並んでいる4つがですね入力されている4系統の画面になります。少し小さいですけれども、左からこちらがプレゼンテーションのパソコンの画面。そして今のこれ、静止画の絵をご覧になってますが。 実際、本当の卒業式ではですね、ここがそれぞれカメラ1、2、3でこのカメラ1が壇上の校長先生にフォーカスを当てたもの次が段、えー、の下でですね、合唱している様子そして最後が引きの,あの体育館の一番後ろ側にあるカメラという、えー、想像の上でですね、ご覧いただければと思いますでこちらですね、今2番のこの画面がですね、大きく出ている状態かと思います。 この製品本体のボタンに注目いただきまして、ここにですね、2というところが青く光っているかと思います。今、この状態ですね、選択した1つの画面を大きく映すというモードになってますので、例えばこのボタンをですね、3番にしますと、このように切り替わります。で4番を押しますと、はい、このように切り替わります。つまりですね、これはあらかじめカメラを、えー 画角を合わせてですね、ピントを合わせて置いておけばですね、あとはこのボタンを切り替えるだけでそのカメラを映せますのであの普段ですね、皆様の卒業式でカメラ使われる時に専属のカメラの担当の方を置かれたりとかしてですね、例えば引きから校長先生にズームをかけたりとかですね、結構手間もかかっていたと思うんですけれどももしもですね、カメラが複数台終わりなのでしたらですね、このように事前にセッティングをしておけば。えー こちらの機械でボタンを切り替えるだけでですね適切な場面を映すことができるという利点がありますこれはまあの体育館での密を避けるという意味でもですね体育館に入る方を一人でも減らすというところにもお役に立てるところではないかと思いますまたこの製品ですね今あの1画面だけ映していますけれどもいくつかモードがございます例えばです4画面モードこちらですねこうしますとこのようにですね画面が4つ全部同じ大きさで出てまいります そしてさっきですね、ドヒがスライドでご紹介したのが親画面・子画面モードですね。このように親画面が1つあって子画面が3つあります。で、ですね、この状態、親画面を自由に選ぶことができます。こちらのボタンがですね、今、4番が親画面になってますので4番目のものが大写しになって残りが小さいです。つまりこれ、例えば2番を押しますと2番が親画面になって残りが小さくなるとこれもボタンを押すだけで一瞬ですぐに設定ができます。 そして、こちらが2画面の親画面、子画面モード。これがちょうどですね、卒業証書授与のタイミングで校長先生とお子さんがいらっしゃって、でここに敷地があります。で今、ですね、この子画面、あのお子さんにかかっちゃってますけれども、これは設定で場所を移動できますので、例えばこのケースでしたら、こちらのピアノの方に移して送っていたってことは有効だと思います。でもちろんこれもですね、親画面、子画面、自由に設定が変更できます。こちら、 緑に映っているのが小画面青が親画面ですこのボタンを押しますと親画面と小画面が入れ替わりますしまたです、ね、今これが親画面決定モードなんですけれどもこの状態では他のボタンを押しますと押したところのシーンが親画面になりますでこのボタンをもう一度押すとですね色が緑になりますこちらですと押したボタンが今度は小画面が切り替わるといったこんな形で簡単に組み合わせで切り替えることができます で最後ですね、このモードは合計5つあります。最後のモードはローテーションモードでして、この4つの入力が一定間隔ごとにだんだん切り替わっていくようなイメージです。まあ、これはどちらかというと、ですね、卒業式とかよりもですね、監視カメラとかに使われる用途が多いとお聞きしております。はい、その他の部分、少しご説明してまいります。こちらですね、はい、こちらのところです。ここにですね、USB のコードがございます。 これはですね、USB のハードディスクですとか、USB のメモリをここに取り付けるとですね、この上にレコードというボタンがあります。このボタンを押すと録画ができるという仕組みになっています。で、この製品はですね、YouTube への配信の他に校内の配信があります。YouTube は仕組み上、配信していますと同時に録画を行いますので、ここで録画する必要性はないんですけれども、一方で校内配信の場合ですね、ただあの画像を流しているだけなので、 ここで録画をすると、ですね、校内配信で卒業式との配信を安全にあの覗き見されないような環境でやると同時に、後々保護者の方とかに DVD とかで配布できるような、録画のデータも同時に簡単に取ることができるという機能になりますで。こちらのですね、スナップショットと書いてあります。これは、ですね、この録画ができる状態にしてありますと、ここのボタンを押すたびに、ですね、その場面が静止画として録画されるという仕組みです。 そして最後、このストリームというところです。今、このストリームですね、青い光が映っているのがお分かりになるかと思います。実は今、これ実際にストリームつまり配信をしております。YouTube のですね、限定 URL を配信していますのでちょっとまた後ほど見ていただきたいと思います。最後にですね、この製品、ここの設定画面なんですけれども実はこの製品自体が USB のマウスとキーボードを取り付けられる仕組みになっています。 で実際にですね、このようにマウスを動かすことができまして例えば、ここの設定というところをクリックしますと設定の項目が開いてまいりますで例えば配信の時はですね、ここで YouTube の, you の URL とストリームキーという暗号化用のキーですね、それをあらかじめ入力していくことによって 一回、ここの設定をきちんとしてしまえば、ですねあとは再設定の必要とはなくて、配信が自動的にできるという仕組みになります。はい、それでは、ですね手元カメラの方に移りまして、今、どんな配信されているかというところをご覧いただきたいと思います。はい、これがですね今、限定公開で設定、あらかじめしておいた URL を開いて見ている状態です。ちょうどです、ね、同じ画面が映っているのがお分かりになると思います。 実は、ですね、これ、YouTube タイムラグがありまして、ここでですね、画面を切り替えると、ですね、すぐにこっちは切り替わらずに、20秒程度、タイムラグが発生してしまいます。ちょっと今、ここでは時間の都合がありますので、割愛いたしますけれども、実際にですね、あの配信される場合ですね、実際の映している、見ているところと、YouTube の先のところでは少し時間がずれるといったところは覚えておいていただければと思います。 次にですね、こちらの製品、GVLS ミキサーにつきましてご紹介させていただきます。こちらの製品ですね、こちら、これが iPad になります。でこの iPad とこの USB のケーブルで、この LS ミキサーがつながっております。GVLS ミキサーですね。これのことによって、ですねこの iPad 上で操作ができるというのが最大の利点でして、やはりこのタッチが使えますので、 非常に操作が簡単という利点がございます。で今、ですねここ赤い枠で囲われているところここが実際に配信されている画面です。でこの製品の特徴は、ですねここに8つ小さいウィンドウがあります。この8つのウィンドウをです、ね、あらかじめ登録しておきまして自由に切り替えて配信ができるというところがこの製品の大きな特徴になります。例えばですけれどもそうです、ね、こちら 今、こちらの画面が勝ったのが分かると思います。これがです、ね、プレビューといいまして、えー、次に配信する準備ができているものです。この状態で、このレバーを切り替えますと、ご覧ください。はい、こことここが入れ替わったの分かりになったかと思います。このことによってです、ね、今です、ね、こちらの卒業式のプログラムの方が配信するように切り替わりました。また戻してみます。はい、元に戻ります。 また他のものをもちろん選びます。例えばこういったところを選んで、でまたスライドしますと切り替わります。はい、このようにです、ね、直感的に操作、簡単にできるというのがこの製品の利点です。それからもう1つ大きなところがございまして、やはりテロップですね。今現在もです、ね、皆様ご覧になっているこの画面、画面の下側に法人セミナー、学校内の密を回避する手軽なライブ配信、そしてあの右側に IO データのロゴが。 ご覧いいいいただいているかと思いますこのテロップもですね実はこれとは別にもう1台私どもセミナー配信用に同じ製品を使っておりましてその製品を使ってですねビデオカメラの画像の上にセミナー用のテロップを上乗せして皆様にお見せしておりますこのようにですね非常に簡単にセミナー等できるというのも非常に利点でございます今ですねここの画面ありまして 1> 私1個です文字を追加すぐにしてみたいと思いますご覧くださいここでテキストが追加できますので卒業証書授与と入れてみたいと思いますはいできました少し大きめにしてみたいですのでサイズ大きくしてみます そして上に、後ろに丸くバックをつけます。この状態で OK をしますと、ですね、はい、ここにですね、卒業証書授与という項目が出たのが分かりになりますでしょうか。これですね、えー、選んで場所も動かせるんです。もうちょっと大きくしてみましょう。はい、いかか。がでしょうかこれで画面に卒業証書授与という項目が追加できました。この状態で適用をタップしますと、 はい、このように画面ができました。これ、画面できましたので、スライドで切り替えると、この状態で卒業証書、授与という画面が今、放映されているということになります。で、実際にですね、こちらもですね、実はここのストリームの赤いボタン、今、赤くなっているのがお分かりかと思います。これが放送中、配信中の状態ですので、その YouTube の限定の画面をご覧いただきたいと思います。はい、こちらになります。えー、今、 実は卒業証書10という項目が見えてきたんですね。さっき私が,私が作業してから20秒ちょっと経ちましたので YouTube 側でも反映されました。こんなふうにですね、実際の画面に文字や画像を簡単に追加してあの非常に見栄えのいい見やすい画面を作ることができるこれがあの LS ミキサーの特徴となります。それぞれぞでですね校内配信が可能であったり あのえ、ls ボックスの方ですね。それからテロップの追加が簡単な ls ミキサーといったものがございますので、ぜひあのご用途に合わせてですね。ご検討いただければと思います。はい、私からは以上となります。はい、ありがとうございます。 え本日ですねご紹介してますこの動画の配信に関しましてですけども、えー、GVLSBOX のです、ね、商品ページからもいけるんですがこちら、えー、ホワイトペーパーのページにですね校内配信の方法であるとか YouTube を使った限定,限定公開の方法またですね最近あの小中学校ではですねギガスクール PC の導入に合わせて G Suite をえー、校内で導入される学校が多くなってきておりますので、まあ、そういった学校向けにですね、えー、校内配信する方法であるとか、まあ、そういったマニュアルをですね、えー、載せさせていただいておりますので是非、えー、ご参考にしていただければと思います。 はい、それでは本日ご紹介させていただきました3つの商品サービスご紹介させていただきます。GV LSBOX 4入力に対応した映像配信動画配信信動画の商品ですねこちらは構内、構外両方に対応しておりましてリスクもこういった構内であればリスクなしと構外であれば限定配信を使うことである程度、中リスクというような商品になります。 GVLS ミキサースラッシュアイこちらは公外のみに対応した配信商品でしてリスクは先ほど YouTube の限定配信というような内容になります。で音声の方に関してはプラットキャスト今回はちょっと実機でご紹介しませんでしたが音声のみの配信サービスというものもご用意させていただいております。はい、えー 動画配信商品、2商品ともですね、実はオープンプライスになっておりますが、弊社直販価格書かせていただいております。まあ、これぐらいの費用感であることをお分かりいただければいいかなというふうに思って書かせていただきました。まあ、10万円強ぐらいの価格の商品になります。で、音声配信のプラットキャストに関しましては、レンタルサービスになっておりまして、日額3万円というような商品になっております。 はい、書、え、き、ー、足でご紹介させていただきましたが、えー、今回ご紹介させていただきます、まあ、卒業式入学式に対する3つ対策ということで配信を使った保護者様への卒業式の卒業式入学式の配信ということで3つご紹介させていただきました。 かなり頭を悩まされていらっしゃると思いますがぜひ弊社商品でお力になれればと思い今回配信セミナーをさせていただきましたはい、私の方からは以上となります